なんで TikTok 今店でやってるやつ参加したいんですよね。ああ、お願いしに来てんの。はい。お名前じゃ倒れた。あ、すいません。聞きながら喋んね。そうね。歌舞伎町クラブニコ所属エリー。かっこよさと可愛さの両方を持ち合わせた誰がどう見たって正真正銘のイケメンホスト。そんな彼が働くクラブニコは今、空城丈太郎代表代行をはじめ、選抜メンバーで構成されたニコ公式 TikTok など SNS 上での活躍も目覚ましい。キャストたちの意識向上はもちろん、 SNS からの集客や知名度上昇に伴った役職昇格など、 TikTok はホストにとって切っても切り離せないコンテンツ。エリーもまたクラブニコ TikTok メンバー入りを熱望していた。25なんですけど、2年今3、4ヶ月ぐらいです。高校卒業してないんですよ。4、5人ぐらいのグループがあったんですけど、なんかみんなでやめようぜみたいになってやめましたね。もともとやりたいことみたいなのあったんですけど、やっぱなんか中卒なんで自分でなんかやりたいなって思うじゃないですか。それで何が一番天井がない仕事がいいなと思って、話すと長くなるんですけど、面接の時になんか配布っぽいねみたいな感じになって、横文字ないから横文字で行こうよみたいに言ってもらって、エリーになりましたね。だいたいエグザイルか愛しのエリーからでしょうみたいな感じで言われるんですけど、全然退入の時とか全員でやってたんですよ。俺滑舌あんま良くないんで、なんか噛みまくっちゃって自分の名前言う時に、エリーになりましたね。役職ついてないですね。欲しいな。売れてなかったんでめちゃくちゃ長かったですね。なんか掃除抜けたり抜けなかったりとかさってなったり、ニコ行く2、3ヶ月前ぐらい、2ヶ月前ぐらいから安定してきてみたいな。でニコ行ってからなんかめっちゃ上がりました。クラブニコがオープンしたのは去年の8月。それまでは前店のアーバンリリアンで日々奮闘していたというエリーが、なかなか思うように芽が出ず日の目を見始めたのはここ最近のことだと彼は語る。それゆえ歴2年が経った今も役職はついていない。最近ですね、ニコになってから調子良くなってきて思い始めたって感じなんで、入った頃は全然役職ってなんかあんのみたいな、特色あるのっていうか、なんていうんですかね、自分のことだけ考えてたいなというか感じだったんです。で肩書き欲しいですね。頑張っていけそうだなって思えるのがなんか幹部補佐とかなんで、なったこともないわからないですけど、あと語呂もいいなみたいな感じで。ありますね。家出た時に今日天気いいな、やめようかなみたいな思ったりとかして、ちゃんと売り上げとか作って、なんかやめる時はちょっと文句言ってやめてなみたいなのがあるんで、応援してくれる知名の子に出会ってからですよね。最初の入った月になんか飲み直しとかもらえた時あったんですけど、なんかめちゃめちゃ自分が適当なんでちょっとすぐ切れちゃうんですよ。ちょっとあと感情的になっちゃったりとか。以前は漠然とホストを辞めたいと思う瞬間もあったと吐露したエリー。感情的になり時にはぶつかることもあるが、それでも辞めずに続けてこれたのは間違いなくお客様のおかげ。とにかく毎日出勤して、無駄よりも出勤して毎日を全力で生きる、言わないと分かんないよとかじゃなくて、言わなくても気づけるように男になりたいですね。いつもありがとうございます。自分を信じてついてきてください。これからも。部屋目を終え、ニコへ出勤。実はこの日、彼はとある決意を胸に出勤していました。クラブニコ TikTok 選抜メンバーへの加入、自身はもちろんお客様もエリーの昇格を心待ちにしている。だからこそ今年は TikTok メンバーに加わり知名度を上げたい、そのまっすぐな思いを TikTok メンバーの統括でもある
綾瀬純マネージャーにぶつける。お疲れっす。おいず。お店で TikTok 撮ってるじゃないですか。うん。なんかそれで、まあ、純さん TikTok 管理してるじゃないですか、うちの。うん。なんでちょっと純さんに相談あるんですけど。何？なんか俺あれなんですよね、なんか知名度欲しくて、なんか役職も欲しいし、なんで TikTok 今店でやってるやつ参加したいんですよね。ああ、何するの？お願いしに来てんの？はい。仕事前じゃ倒せた。あ、すいません。しながら喋んなよ。すいません、申し訳ないです。お前がなんか誠意とかなんかあるならいいんで、はい、そういうなんかやりたい欲を。役職目指してる中で今なんか売り上げとかだけじゃなくて自分の知名度もそうなんですけど、まあ、お店としての、うん、でも今世の状態で、はい、TikTok やりたいですっていう欲が感じ取れないんだよね。あ、今のままだったら、うん、どうしてもやりたいんですよ。どうしたら？床舐めればいいね。いや、床舐めて俺の靴舐めにしたら。床でも靴でも舐めます。おお願いします。じゃあなんか動画撮ってきてよ、はい、俺を満足させれる動画を。わかりました。ちょっとモールの撮ってきます。じゃあじゅんさんから何本か動画を撮影してくるようミッションを課され、早速店内で動画を撮り始める。ホストあるある、初回の時にホストが言いがちなワード。まるまるじゃマジタイプだわ。よいしょ。見よう見まねでダンスやトークを自撮りするも、いまいちうまくできているのか自分でもわからないようで、ここでとある人物がエリーに助け舟を出した。何してん？あ、今ねクラブニコ代表代行空城城太郎、あの店の TikTok のさ、なんかメンバーに入りたくてっていうのを、まあ、純さんが TikTok 管理してるじゃん、店のやつ入りたいですってお願いしたのよ。そしたらおもろい動画、おもろい動画っていうか、まあ、そこまで言うんだったらなんか TikTok で入れてもいいよみたいな思うよう な, なんか動画撮ってこいよって言われたんだけど、俺こういうのやったことなくて、そうどうしようって思ってたところなんだよね。ちょうど城太郎結構 やってるからさ、まあ、お店のね何個か出させてもらったら個人的にもやってるけど、2パターンかも。1つ目が理想なのがコンテンツとして成り立つこと、うん、けど俺頭回んないからひたすら流行トレンド、10代20代の子が多いから流行りに敏感なものをやるけど、それだけだと同じになっちゃうから、エリーさんなりに何かできること。一番いいのが多分、まあ、ビジュアルと、みんなからエリーって言われるけどキャラクターがあるから、うん、そのキャラクターを出しつつビジュがいいからその顔を入れる何かがあれば、イケメンの人が踊ってて、ただイケメンが踊ってるだけじゃなくて、うん、エリーさんのキャラクターを通せれば一番強いんじゃないかなと思うけど、そこは考えないといけないな。ちょっと考えないとダメです。ありがとう。俺も頑張る。一緒に頑張ります。え、マジ助かるわ。頑張る。ありがとう。次回エリーの昇格が決まる瞬間、クラブニコ締め日に密着。果たしてエリーは TikTok メンバーに無事加入し役職を得ることができるのか。